投げて巻くだけ。ガツンと来い。ああ、あそこでも今水面で何か食われた。左手で。やっぱ水面意識してんのかな、完全に今日は。時々ね、海面にパコッとこう海面で捕食してるんです、イワシを。数は、今目の前でも食った。数はね、そう多くないんだけど、明らかに水面近くで捕食してるんです。サワラだと思うんだけどね。ああ、うわ、いっぱいいる。あ、ガンガン当たるわ、ボンちゃん。うわぁ、二人とも魚かけちゃったからカメラが回せないという僕も食ってます。もう投げてすぐガンと当たって乗らないと思ってまた巻くと、まただ。おー、強い強い、いいぞいいぞ。うん、青物だね、これ。ヤズっぽいですね。僕もヤズっぽいわ。後ろでね、友達もかけてんだけど、もう姿が見えてヤズだって。これもね、あのサワラじゃないね、頭の振り方がゴツゴツしてて、これもヤズっぽいです。僕のも、はいゴッツバイブ小ヤズ、はい。よっしゃ、ヒットフォール中にヒット今ゴッツンバイブをテンションフォールで沈めてたら、もうガーンってひったくっていった。よーら、カツオの一本釣りだサワラが来た時にね、フック飛ばされるので、ロックンチャターのストレートシングルフック仕様に変更です。で、スカートをちょっとつまんでね、あのチャターブレードも外して、巻き抵抗を減らしてます。これで表層早巻きでやってみます。ねえ、ちっちゃいルアー食いはいいんだけど、かけてからが取れないで、なかなか。その点ロックンチャターは、かなりでかい魚でも取れるようにベースの設計ができているので、でシングルフックのね、大きいのがつけられちゃう、230とか50ぐらいまでつけれちゃうから、まあ、シーラでも狙えちゃうと。よっしゃ、ヒット。こいつはサワラの、今度は強引なファイトできるからね。カメラお願いしますよしよし、ロックンチャター、これはもう絶対でしょう。こんなら勝負できますよ。ヒッヒッヒッヒ。よし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 。あらら、ブリか、小ぶりかも。またもや小ぶりかも。サワラじゃないかも。いやー、全然ダメだ。抜けます抜けます抜けます。よーいしょー、カメラマン呼ぶまでもなかった、抜けちゃったああ、足元で食った。チヌ足元でチヌが浮いてきてがっぷり食いついたよ。これがね、あの、なんだろうな、あのハードルアーだけじゃあのならない現象だね。よし、ほら、チヌね。チャタージグ、まあこのロックンチャタは特にね、あのパーツが交換できるようにしてあるんで、いろんなあのパターンへ持っていけるので、こんなのも釣れちゃいますよ。はい、
グッドでした。これね、ロックンチャッターね、ヘッド形状がアーキーヘッドに、でさ、アイがさらに上に、あー、くそ、くそがた、あの、アイがね、ヘッド上側についてるので、あの、水面にね、飛び出ないんですよ。かなり足元までね、きっちり水面下引いてくれるの、これ。あ、いいサイズっぽい。あ、よいしょ、俺もヒットだ。よしよしよし。うわぁ、2人がヒットはまずい。俺の方がパワータックルだからこっちへ。よし、絡みそう、絡みそう。前で友達もかけてんだけど、絡みそう。よし。よし、こっち来い、こっち来い。よし。よし。あー、動かない。やばい。あー、たたた、行くな、そっち行くな、そっち行くな、こっち来い、よし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 、こっち来い、こっち来い、よしよしよし、いた、よし、いた、あー、よし、よし、でかいですでかいです、負けません。これサーラだと思うよ。どんどん浮いて横に走ってるから、ブリかな、まだどっちか分かんない。うわ、もう体力は僕半分ぐらい持っていかれたよ。あー、弱ってくれ。うー、きついと。前でも重いって言ってる。重いな。重い。重いね、あ、浮いてくれない。あー、ブリだ。ブリでした。ブリ、ブリ。ブリでしょ？うん。触れてない、重すぎる。まあいいや、本命サワラなんだけどブリになっちゃいました。うわー、よく太ってる。うー、ガブガブ言ってる。うー、よし、セルフネットで。一人で救えるか。よし、よいしょ、あ、うん、入った、あ、取ったぞこりゃ。後でゆっくりで。よいしょ、やっぱりし、これまあロックンチャターに 3-0 のシングルフックつけてんだけど、信頼度高いで、ガツンと入っちゃいすればもうシングルフックだったらドラグもがっちり締めといてもファイトできるんで、 P1.55 リーダー30ポンド、そのラインパワー、よし、ラインパワーをフルに活かせます。またヒット。小さい。ほら、サゴシサイズです。サワラじゃありませんけど。あれ、サゴシ。ロックンチャッター。これこれ、トリプルフックだとね、バレちゃうんだよ。これ、あの、口の先っぽいかかってるの。今もね、これ、裂けてるでしょ、ここ。うん。サワラはね、せっかくヒットさせてもね、ほら、ね、フィッシュグリップでも落ちちゃう。こういう魚なのよ。
ブリもね、ちょっと90近いいいサイズなんで、本格的でブリのサイズなんで、まあいいの見てもらえたかなと思うんだけど、うん、まあ海域の特徴でもあるんだけど、やっぱり表層にこう浮いたブリってね、あのいわゆるあのジギングなんかで釣る釣り方じゃなくて、あの重い系のヘビーウェイト系のバイブレーションとか、今僕がやってるようにこういう巻物系のスピンテールと、とかね、まあ僕の場合はこれチャタージグのブレード外して、表層がね巻きやすいようなチューンをして使ってるんですけど、で大きな魚に合わせたサイズのフックやリングに交換して、うん、ちなみに4番リング、シングルストレートの30なのでパワーファイトができます。ブリね、せっかく釣ってもね、あのライトタックルで30分も40分もかけたらさ、乳酸回って身がね血が回って桜色になるからね、食べても美味しくないのよ。だからやっぱかけたらね、さっさと取り込めるタックルでないとね、持って帰るんだったら、でリリースするにしてもね、30分40分かけてキャッチしたやつってね、なかなか復帰しないのよ。で船の上だったらね、池間ぐらいしか動かすとこないから、あの本当に結局はデッドになって持って帰るしかなくなるって、リリースしにくいっていうのがあるので、やっぱりリリースをする場合でもやっぱり魚のね大きさに見合ったタックルでやっぱかけたら早く取り込んでやるっていうのがね、やっぱり一つはあのゲームとしてのスタイルなので、来た、よし、もう今日これサワラだろうが何だろうが今日はこれで終わりにしましょう、ね、うん、いい感じでヒットしてくれましたよ。ロックンチャッターが止めてきてドスンと、よし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 、足元来てから強いよね、よし、なんだちっちゃいまたくまたしても小屋ずくんです、小屋ずくんです、ほら、小屋ずくんでした。はい、今日はこれにて終了よし